好きなことを仕事にするっていうことを選ぶと、うん、世間から楽にしてるっていうイメージ、うん、それについてなんかアドバイスいただけないですか。あの好きなことをやるってもいろんなレベルがあるんですよ。その例えば好きなことやっててね、例えばまあちょっとうまくいったみたいなレベルもあれば、うん、好きなことをグレードアップさせていくってこともあるんですよ、うん、例えば僕は文章を書くのが好きなんですね、でもその、 あのアマチュアのレベルっていうのはブログやります、フェイスブックやります、結構こういうことがありましたって、毎日1時間書いても苦になりませんっていうのは好きなことやってるんだけど趣味のレベルなんですよ、でプロのレベルってどうなるかっていうと、それをお金を払ってでもあのその読みたいっていう人たちが出てこないと趣味のレベルから上に上がらないんですね。ここでようやく好きなことやって食っていけるレベルなんですよ。はいはい、はい、それでも例えばだから本で言うと5000人とか1万人の人たちが読んでくれると、まあ、好きなことやってとりあえず食っていけるレベルってことなんですよね、はい、でその食っていけるレベルをまたどん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 上げられるかどうかってことだと思うんですよ。例えば三流二流一流超一流って言葉があったとしたら、まあ、作家としてギリギリプロで食っていけるのは、まあ、1万部ぐらいの本をギリギリ出せるという人たちが、まあ、三流の人としましょうよ、うん、そうすると今度2万人とか5万人とかっていう人たちが、読みたいっていう文章を書けるかどうか、こう、はい、こうなってくるとね、好きなことだけだと間に合わなくなってくるんですよ、はいはいはい、読者が何を求めてるのかってことも知らなくちゃダメだし、その中にはひょっとしたら自分とは違うこともあるかもしれないんですよね、はいはい、でそこでなんか俺を貫き通すっていうと読者がいなくなるんですよ。その時貫くって貫くっていうのは自分が好きなことはこれだばっかりやってたら、たまたま残る読者もいるし、あーって興味を失う人もいるんですよね、はあ、そうすると必ず この辺から上に行かなくちゃいけないんですけど、自分が書きたいものと、うん、その読者が読みたいものを一致させていかなくちゃダメなんですよ、うん、でこの辺のセンスがないとなかなか上に上がれないんですよね。これはビジネスセンスですか。それもあるし、時代の流れを読むってこともそうかもしれないし、そうするとただ単に好きなことやってますみたいなんだったらあっという間に干上がってしまうってことですよ、でそこからまた次のレベルがあって、でそれは今度次の時代何が来るのか、はい、本当にこの世界にとって何が大事なのかっていうところまで考えられるレベルってことなんですよ。そうなってくると自分をもっともっと高めなくちゃいけない、自分の文章力も高めなくちゃいけないし、いろんなことを見識を広めなくちゃいけないしってことになってくると、ただただ好きっていうよりもこれもあれも必要なことが増えてくるんですよね。そうするとただ単に無責任好きっていうより今度は責任を持った好きになるんですよ、はいはいはい、それは自分の人生にも責任を持たなくちゃいけないし、あるいは未来に対しても読者に対しても責任を持つってことなんですよね、でこれを持たないとここから逃げてるっていうふうに感じるのがさっきのなんか好きなことやってんだけどなんか自分のことが好きになれないっていうのはそのレベルで止まってるからなんですよ。そういうことなんですね、はい、でもう少し今度上がっていくとようやく二流一流の階段になるんですけど、はい、また全然違うゲームなんですよ。なのであのオンラインサロンやってたりだとかね、そのなんかあの最近ちょっとあの本を書いてでそしてフェイスブックで集客したりって人たちいますけど、そういった人たちが長続きしないのは、やっぱ浅いんですよね。そうだからやっぱりそのメッセージも浅いし、内容もほとんどないから、まあ、2、3年活動できるかもしれませんけど、それを一生やっていくってことはちょっと難しいと思うんです。なぜかというとやっぱりその自分をグレードアップしていかないとダメなんですけど、その作業を怠るんですよね。その作業は目の前にチャンスとして出てくるか、はい、なんか痛いことに集まってあこれなんだって気づくようなことですか、うんうんうん、例えばだからもっと好きなことは何なのかとか、この好きなことをもっともっと追いかけていくとか、っていうそのなんていうのかな、飽くなき追求みたいなのが必要なんですよ、例えばその職人さんだったらもっといいものができないかってなりますよね、例えば僕は好きなことをその応援するってことをずっとやってますけど、その好きなことやりましょうよっていう、まあ、すごく基本的なメッセージだけじゃなくて体系化してみたりとか別の言葉で喋ってみたりだとか、でも好きなことを広めていくっていうあらゆることに挑戦してるんですよ、でもそれをやる人ってすごく少なくて、まあ、ちょこっとやって終わってしまうんですよね。そうすると自分の能力が100あるのに、5とか8とか10であの勝負してるから、はい、なんか俺なんか燃えてないなっていう感じになるはずなんですよ、はい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 、なので自分が一緒にいたらなんかああなんで自分全然やってないんだろうってへこまされるような人と一緒にいたりだとか、はいはいはい、自分まだまだここまでいけるぞっていう可能性を見せてもらったりだとか、はい、そういうメンターみたいな人にあの食らいついていかなくちゃならないんですよ、はいはいはい、でも好きなことやっていきたい人っていうのは基本的にストレスに弱いんです。
だから自分がやりたくないこと、うん、自分がなんかノーって言われることが嫌だから好きなことに行ったわけですよね。そうです、ね、そうするとすごい中途半端な好きなことをやる人でとどまってしまう可能性があるんですよ。なぜかというとポジティブだから、うん、あんまネガティブなことは聞きたくないんですよ、うん、でも一流になっていく人っていうのは自分のどこができないのか、うん、どこが苦手なのかっていうのも絶えず探っていくんですよね、うん、だからより次の段階に上がれるんですよ、うん、だから自分を受けっていうか自分のことが大好きで好きなことやってるんですみたいな人、うん、一定の支持を受けるけど、うん、長続きしないっていうのはそういうことなんですよね。そうですね、うん、いやそういうなんていうのかな、ある意味成長する、うん、ちょっと大人、はいはいはい、になるっていう、うんうん、ところなんですかね。そのやっぱあいっぱいこういう作業をやらないといけないってなると逃げちゃうっていう、そう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 、感じ。その時ね、だからやらなくちゃってことじゃなくて、好奇心ベースで、うん、これやったらどうなるのかなって、これを勉強したらどうなるのかなっていう風になるかどうかってことだと思うんですよ。で絶えずいろんなものを、うん、が進化していくっていうことですよね。それって正直怖いですよね。そう怖い。で例えば僕は今英語で本書いて、ね、世界に行こうとしてすごい 怖いわけですよ。怖いですよね。怖いけど面白そうと思えるわけですよね、で怖いのは嫌だ、人に批判されるのは嫌だったら、本も出さなくて自分がなんかいいと思うのをいいと思ってくれる人たちだけで小さくやるっていうことですよね。そうですよね、はい、その覚悟っていうか、うん、ここにかけるぞみたいな、うん、やるっていう、はい、その川が流れてて石があったとしたらとか、はいはいはい、なんかそこに届かないかもっていう感じにはなる。だから、いやだからもうなるんですよ、なるし、今の自分で不十分だってことを思いながら、それでもいつかここを超えてみせるぞっていうか、そういうふうな気持ちっていうのがあるとやっぱ成長してきますよね、でもそれをやめてしまって、まあ、こんなもんでしょうってなったらそこからは落ちてくるんですよ、はいはいはい、どうもで気持ち的にもなんかワクワクしなくなってくるんですよね、なので人生自体が消化ゲームみたいなね、まあとりあえずやるかみたいな、だったら別にサラリーマンの時と変わらないわけですよ。そうですよ、はい、だから常に心がワクワクすることを探していく、感じていく、そしてそれをもっと広めていくってことをやらないと結局成長するか退化するかってところありますから。なのでせっかく好きなことやってるのに中途半端で終わる人たちっていうのはそこの自分への向き合い方が弱いんですよね。なので自分との向き合い方っていうのをやっぱ学ばないと好きなことで成功し続けていくってことは難しいと思います。この15年間一緒にデビューした人たちのほとんどが消えていったんですよね。あ、そうなんですか。はい、作家としてね。でなんで作家として聞いていったかって言ったら、やっぱりほとんどの人たちがライターズブロックにやられるんですよ。書けなくなっちゃう、あるいは売れなくなったらどうしようと思っちゃう。だから売れる人ほど次の本が書けなくなるんですよ。そうですよね、うん、だから自分のプライドもあるし、だから僕は毎回プライドを捨ててリセットしてゼロからやるってつもりでやってるから、だからすごくフレッシュだし、いつもワクワクするし、今でも別にモチベーションなんか全然いらないんですよ。気がついたら書いてるし、気がついたら話してるしっていう生活になってるんですよね。例えば今ケンさんがもう本当に海外に向けて、ね、うん、プロジェクトを動かしてて、はい、本当に海外で世界の本当に人間の意識をちょっと高めていくっていうのを、うん、まあ、本当にリアルでやっているじゃないですか、はいはいはい、そのワクワク感ってどのような感じですか、はい、まあ、冒険家と似てると思うんですよね。うん、例えば僕がやろうとしてることって100年前にニトベイナゾーっていう有名な人がね、武士道って本書いたんですけど、まあ、それ以来日本に関して日本の精神的なことを世界的にグローバルに話していく、英語で話していくって人はいないんですよ。こんだけその帰国子女も多いし英語を話せる人は何十万人もいるにもかかわらず、出版、世界の出版っていう分野で英語で語る人がいないっていうのは、うん、すごい不思議。不思議ですね、はい、で多分僕がやり始めたらいっぱい出てくると思うんですけど、うん、でもその一人になれるっていうのはすごいチャンスだし、うん、名誉のことだし、うん、やってみたいと思ってるんですね、うんうん、なのでそれは本当に僕にとっての好奇心でもあるし、うん、そのワクワクでもあるんですよ。でこんな権利が手に入るんだったら、うん、何だって頑張ろうっていうか、なんか普通のワクワク感、はい、じゃなくてなんか深いワクワク感のような感じがする。責任があるワクワク感っていうか、はいはいはい、
わかります。なんか、はい、ちょっとブログ書いて何十人にライクもらおうみたいな、はい、そういうなんかワクワク感じゃなくて、まあ、それはそれでいいと思うんですけどね、まあ、それは全然、うん、でもなんか、はい、ケンさんのこうやって見させていただいてると、うん、やっぱ本当に大きいワクワク感っていうか、うん、なんか深いこういう深い波動も入っているような、うん、責任感もあるようなワクワク感のエネルギーだなってなんか、うんうん、そうですね。まあそのほとんどの人たちがやったことがないことをやれるっていうのは非常に光栄だし、うん、面白いし、あの例えばだから宇宙に行ったりだとか深海のね生物がどのようにいるんだろうみたいな感じで世界の人類と対峙するってどういう感じなのかなっていうのを、すごく興味深いと思ってるんですよ、まあ、これから20年ね活動できる時間があったとしたら、この20年を誰もやったことないことをやりたいと思ってるんですよ、いや本当にありがとうございます。はい、こちらこそ。本当に勉強になりました。素晴らしい質問いっぱいしてくださって、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。Thank you so much for watching this video. I love you guys. ケンさんのオフィスの中をですね、見させていただいているということなので、はい、はいはい、そうです。うん、どうぞ。おー、おー。